どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今やってるプレゼント企画ランセを救えなんですけども、この企画はですね、僕が持っているランクアップが結構進んでる武将だけで編成を組んでみてくださいという企画なんですよね。でですね、今見ていただいている孫権に関しては使用できる武将の中に含まれているということなんですけども、先日無料半額ガチャでですね、また引きましてランクアップ3まで進めることができました。で、孫権は秘蔵で持ってるのでランクアップ4相当ということになってるんですよね。なんかこの企画やりますと発表してからですね、もともと凸が進んでる武将をですね、さらに重ねることができてるような気がするんですよね。宗人なんかは3凸してる状況でですね、5連回したら2枚一気に引いて貫凸っていうことになってますし、徐行なんかもピックアップで引けたっていうことになってます。なんでこの企画でですね、選ばせていただいた編成がですね、もしかしたらオール貫凸みたいなことになってる可能性もあるかなということでね、これからのガチャが非常に楽しみかなと思うんですけども、今回紹介する編成はですね、この孫権を使った編成ということでですね、4つほど紹介させていただけたらと思います。で、前回に引き続きですね、孫権と張角と郭昭、この3人を使った編成を組んでくださった方がですね、4名いらっしゃるということなんですけども、また継承戦法に関しては完全にバラバラということになってますので、まあそうですね、ここら辺が三国新政の魅力っていうところになるんですかね。同じ武将を使ったとしても、覚えさせる戦法っていうのは人によって正解が違うということになってるわけなんですよね。で、実際使ってみないとどれが一番強いかっていうのはですね、わからない部分もあるっていうのもですね、また面白いところかなと思うんですけども、一つ一つ内容の方を見ていきたいと思います。まず一つ目の編成なんですけども、ツイッターネーム騎馬娘さんにご応募いただいた編成ということになってます。ありがとうございます。孫権を首相として豪遊無人を激撃きで、副将は張角と郭昭ですね。張角には太平同胞と三成人、郭昭には異部軍民と東高兵という編成になってますね。で、孫権の固有戦法っていうのはですね、相手にダメージを与えつつ挑発状態にするっていう内容になってるんですよね。なんで孫権にダメージが集中しがちということになるわけなんですけども、覚えてる豪遊無比っていうのがですね、そのダメージを受けたというのがですね、トリガーになる戦法ということなんですね。はい、平人ダメージを受けた次のターンの行動時、会心の発生率を 20% 増やし、さらに次の攻撃のダメージを 65% 増やすという内容になってるんですけども、その平人ダメージを受けないとですね、この戦法っていうのは発動してくれないっていうことになってるので、そのいくらですね、強力な戦法を積んでたとしてもですね、一旦平人ダメージを受けないと空振りということになってしまうんですよね。で、孫権っていうのがですね、相手に挑発状態を付与するということなんで、まあ通常攻撃を一手に引き受けるっていうことになりますから、平人ダメージを受ける機会っていうのはかなり増えるということになってますので、この豪遊無比との相性っていうのは非常にいいんじゃないかと思われます。ただ挑発状態になるということはですね、ダメージを受けやすい、で孫権が首相ということになってるとですね、孫権が一番最初に壊滅しちゃう可能性っていうのが高くなってきますよね。そうなると部隊自体の壊滅ということになってますので、ここら辺はですね、何かしらフォローが必要な部分ということでですね、激撃だけを覚えさせてますね。この戦法っていうのはですね、ダメージを受けてないときはダメージを入れて、で、ダメージを受けてるときは回復するみたいな戦法になってるんですよね。縦の専属戦法っていうことになってて、縛りは結構きついんですけども、その分縦で使うと強い、戦法ということになってますね。でですね、この豪遊無比と激撃だけのペアと言いますと、張飛に覚えさせてるケースっていうのが非常に多いかなと思うんですけども、回復量も火力っていうのもですね、この激撃だけバカにならんのですよね。それは豪遊無比のおかげということになってるんですけども、この孫権に関してもですね、盾の兵士適性が S で、で、武力も統率も非常に高いということになってるので、この激撃だけでの回復量とかダメージっていうのもですね、相当になるんじゃないかなと思いますね。で、その孫権自体のですね、固有戦法でもですね、挑発にするだけではなくて、ダメージも与えるということになってますので、こちらに関しても豪遊無比が効いてくるっていうことになってますよね。で、その固有戦法をしっかり発動してもらうためにですね、張角に三成人を覚えさせてるということでですね、孫権にしっかり働いてもらおうという意図が見える編成になってるんじゃないかと思います。で、一つ気になったのがですね、ちょっと回復が足りないのではないかというところなんですよね。その激撃打機と各所の固有でしか回復できないっていうことになってますので、
もしかしたらですね、何かしらの戦法を確保する男なんかに変えてみてもいいかもしれないですね。ここら辺は補足でも変えてくれてはいたんですけども、まあ、ただですね、聴覚の固有戦法でですね、強行も付与できますので、その制御面でもですね、聴覚というのは優れてるわけなんですけども、その固有戦法をしっかり発動してもらうための太平同胞っていうのも結構外せないかなという気がしますので、なんだかんだでですね、孫権に豪遊無比と激技だけを覚えさせるのであればですね、これが最適解かなという気はしますけどもね。聴覚の固有がうまくはまってですね、でですね、孫権の火力っていうのがですね、ちゃんと出るようなことがあればですね、結構使える編成になってるんじゃないかと思いました。ご応募ありがとうございました。で、次はツイッターネーム A さんにご応募いただいた編成ということになってます。ありがとうございます。先ほどの騎馬娘さんの編成とは一転してですね、聴覚を主将として孫権と各将を副将の編成ということになってますね。で、聴覚に太平同胞と火祖木総隊で、孫権に東高兵と魅惑で、各将に三星人と滑骨領毒ということになってますね。なんで火力担当は聴覚ということになってますね。で、太平同胞と滑骨総隊を覚えさせてますので、まあその聴覚に、覚えさせるのに非常に優れたワンセットを使ってるっていうことになってるんで、結構高級な継承戦法ではあるんですけども、聴覚の火力っていうのは非常に出やすくなってるんじゃないかと思います。で、滑骨総隊を覚えさせてますので、聴覚に回避っていうのも付与されますんでね、その首相抜きっていうのがされにくくなるというのもですね、この編成のメリットかなと思いますね。でですね、三星人でですね、聴覚の固有戦法の発動っていうのをしっかりフォローしてですね、固有を発動して強行付与しつつみたいな感じでですね、考えられてる編成になってるんじゃないかと思います。で、副将の孫権に覚えさせる戦法なんですけども、投降兵に関してはですね、統率依存の兵種戦法ということになってますので、統率が非常に高い孫権が覚えてることによってですね、最高のパフォーマンスを発揮できるんじゃないかと思います。で、もう一つ魅惑なんですけど、これは通常攻撃を受けた時にカウンター気味に相手に制御を付与するということになってるんですけども、孫権の固有戦法でですね、相手を挑発状態にできるっていうことになってますので、通常攻撃を受ける機会を増やすということでですね、この魅惑との相性っていうのもですね、非常に高いんじゃないかと思いますね。なので孫権に覚えさせてる継承戦法に関してもですね、シナジーの高い戦法ばかりということになってます。で、最後、各将に覚えさせてる戦法なんですけども、三星人はですね、聴覚の固有戦法の発動率を上げてくれるっていう効果とですね、あとそのダメージをあまり受けてない方の副将の火力を上げるっていう効果もあるんですよね。なので、その孫権、一応固有戦法で火力出るようになってますので、三星人でその火力っていうのは上げられる可能性があるということにはなってるんですけども、ただですね、どうしてもその挑発状態を付与している関係でですね、孫権の兵損というのが大きくなる方が多いかなということなんで、この火力アップっていうのはですね、各将の方に付与される可能性の方が高いんじゃないかと思いますね。ただ各将に関してもですね、そのダメージが出る固有戦法を持っているので無駄にはならないかなと思います。で、滑骨領毒でですね、一番ダメージが出ている武将をピンポイントで回復していこうということですね。で、知力依存の戦法になってるんですけど、各将はですね、知力も低くないということなんで、滑骨領毒っていうのもしっかり活かせるんじゃないかと思います。なんでこちらの編成に関してもですね、無駄が全くない美しい編成になってるんじゃないかと思います。ご応募ありがとうございました。次はツイッターネームトウコさんにご応募いただいた編成ということになってます。ありがとうございます。こちらの編成はですね、騎馬娘さんと A さんの編成をミックスしたような内容になってますよね。まず首相は孫権ということで、こちらは騎馬娘さんと同じなんですけども、覚えさせてる戦法に関してはですね、 A さんと同じっていうことになってるんですよね。投降兵と魅惑ということになってます。で、聴覚に太平同胞と滑骨総隊で、各将に三星人と滑骨領毒というこの2点に関してはですね、 A さんと全く同じっていうことですね。なんでその継承戦法は A さんで、並びは騎馬娘さんみたいな編成ということになってますね。ただこれミックスしたことによってですね、編成のコンセプトっていうのは結構変わってくるんじゃないかと思います。まず孫権に、その固有戦法の発動率アップが付与されるわけなんですけども、ここでですね、つまり挑発が結構付与されるようになるということでですね、魅惑のパフォーマンスはしっかり発揮できるということになってます。ただですね、ダメージがやっぱり集中してしまう分ですね、やっぱり壊滅しやすいというところなんですけども、激撃打機なんかを覚えさせてないので、各将の滑骨領毒でですね、しっかり孫権を回復していこうということですね。で、聴覚の固有戦法っていうのはですね、発動率アップっていうことにはつながらないんですけども、まあ、太平同胞あるんでね、そこそこ発動はしてくれると思います。で、三星人のですね、その火力アップっていうのをですね、聴覚に付与するという点でですね、
その聴覚が首相の時よりもですね、火力っていうのはですね出るんじゃないかと思うんですよね。まあその発動回数っていうところにもよるので、期待値的にはそこまで変わらないかもしれないんですけどね。で、一応その刮目相対を覚えさせてますので、回避される機会が多いということになりますよね。なんで、各省よりも聴覚の方がダメージを受ける機会が少ないということになりますので、三星人での火力アップっていうのの付与っていうのもですね、割としやすいということになってるんじゃないかと思うんですよね。なんでこちらの編成に関してもですね、非常にバランスが良くて、どれを組むのが正解なのかなっていうのが非常にこう悩ましいようなですね、この布陣になってますよね。同じ3人の武将を使ってもこれだけ変わるのかということでですね、本当に面白いゲームということですね、再認識させられるような編成ということになってます。ご応募ありがとうございました。で、最後はですね、ツイッターネームみかんさんの編成ということになってるんですけども、これもまたですね、3人とは違う内容になってるんですよね。聴覚に太平同胞と刮目相対で首相で、孫権と各省が副将で、孫権には東光兵と総戦釈戦で、各省にはですね、三星人と残匹騎砲ということになってますね。で、聴覚に関してはですね、 A さんと東子さんとですね、全く被る内容になってますので割愛したいかなと思うんですけども、孫権にはですね、東光兵と総戦釈戦という形にしてます。なんで魅惑を覚えさせてないケースということになってるんですけども、創生釈戦というのはですね、統率依存の回復戦法ということになってますので、統率が非常に高い孫権にはですね、向いてる戦法っていうことになってるんですよね。で、回復量っていうのも相当になりますので、その他のお三方の編成に比べるとですね、制御を付与する機会は少ないかもしれないですけども、回復はしっかりできるみたいな感じになってますね。なんで孫権の挑発付与っていうのはですね、その相手に制御を付与するトリガーというよりは、その聴覚、首相ですね、をとにかく守るっていう方向での挑発っていうことになりますね。なんで孫権の使い方のコンセプトっていうのは若干変わってくるんじゃないかと思います。で、各省の三星人と残匹法なんですけども、まあその三星人でですね、聴覚の固有戦法の発動率アップと孫権の火力アップっていうのを狙ってると思うんですけども、その残匹法ですね、こちらに関してはですね、一番知力の高い武将の耐久力を上げるっていうことになってますので、この編成だと聴覚になると思うんですよね。なんで聴覚に関してはですね、回避も付与されて耐久力も上がる。で、さらにですね、東光兵も覚えてるし、総戦釈戦もあるっていうことで、この編成はですね、4つの中だったら一番硬くて一番首相抜きされにくいんじゃないかと思われる編成ということになってますね。なんでこれどれを組むかっていうのはですね、好みによるんじゃないかなと思うんですよね。どの組み方してもですね、結構強いんですけども、どの武将がランクアップしっかり進んでるかであるだとか、あとどの武将をメインアタッカーに置きたいかとかですね、まあそのどの継承戦法持ってるかっていうのもそうなんですけども、そのまあ各々で違う部分はですね、なんか応用が効くといいますか、カスタマイズしながらですね、組めるのがこの3人っていうのに非常にまあその気づかされたということでですね、なんかこの企画やってみて面白かったなと思える部分の一つということになってますね。本当にご応募たくさんいただきましてありがとうございます。皆さんどの編成が一番いいと思いましたかね。どれが一番強いかっていうのは僕はわからないんですけども、好みといたしましてはやっぱり硬い編成が好きなので、みかんさんの編成なんかはいいかなと思いましたけどもね。で、共通してるのがどれも投稿兵を覚えさせてるっていうことになってますので、仮にどの編成を組んだとしてもですね、平人ダメージ系の部隊にはしっかり勝てるんじゃないかと思われますけどもね。特に古神弓とかですね、速攻編の騎馬の編成とかだったらですね、まあどのシーズンにおいてもですね、戦場で大暴れしてる編成ということになってると思うんでね、 PK シーズン以降っていうことにはなりますけども、で、そういった部隊に相対するという意味でですね、組んでみてもいい編成かなと思いますね。一つぐらいはこういう編成も持っておくと便利かなと思います。でですね、まあその棒読む人激打機を覚えさせてるような騎馬娘さんの編成だと、その結構桃園盾とか長飛とか使わんということだったら、豪遊無比と激撃だけが余ってるケースあると思うんで、その余った戦法で組めるっていうところも魅力かなと思いますしね。またその魅惑を使ってるパターンなんですけども、これに関してもですね、やっぱり魅惑余りがちっていうところになりますので、他の主力とも共存させられるっていうことで、A さんとか東子さんの編成も捨てがたいっていうことになってますので、まあ非常に迷いますけどもね。よかったら僕はこの編成が好きです、私はこの編成が好きですみたいなご意見をですね、コメントでいただけるとありがたいです。
そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。